はいいどうもオクポンでございます今ですね、まあ、体調があんまり良くないん、ね、ですけども、まあ、まああ配信はね、させていただきます。えー、聞き取れないところとかね、もしかしたらあるのかもなんですけども、よろしくお願いします。はい でですね、まああのー、一昨日のイーサリアム建ての、ねえー、っていうところよりは全体的に相場が下がってるっていうところでございます。で時価総額がね上の方から見てもお、ずん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 落ちてるような感じで、まあ、さざっくり見ても、うん、時価総額10位ですね見ても、まあ、6%から10%、11%ほど下がってるんじゃないかなと。 NEO というものが、まあ、中国、ね、メインの暗号通貨になりますけども NEO というのだけが8.5%上がっているような感じになっております。はいで のまあ、一昨日かな、97億が6分で吐けたっていうところで、まあ、本当、たまげてますよね、でそのあとから,から、ね、出したのが DQ だとか、ね、ノアコインで、まあ、DQ は焦げたんですけども、もノアコインで、ね、有名、まああリ、リアルドラゴン桜、リアルドラゴン桜か、偏差値30から、 本当に一流のね大学、まあ、講師に今ね、えー、な,なるとかねそういったあことをもうやってらっしゃる方があ暗号通貨ということで何発目かな私が知ってるので、まあ、2つ3つヒュンダイがあるんでノアが私最初だったんですけどもノアとヒュンダイとで今回のウォーウォービットかなワウビットウォウビット っていうところでございますでこのワウビット、ウォウビットっていうのは OK ウェーブって言ってね、本当に社長が、今社長同じ方なのかどうなのか分かんないんですけども、本当ホームレスまでなられて、でそこで検索だって言って、本当に検索っていうものを最初に日本の中で広めたもの方ですよね。えー、その方があ起こした会社でございます。で、そちらと提携していて、あとは、 ジム・ロジャースじゃなくて、誰でしたっけ、えーとまあ、今すぐ出てこないんですけども、あ仮想通貨、暗号通貨といえば、この人だよっていう方が関わってるってことで、まあ、その人も押してる、まあ、顔を出してね、押してるっていうところで、まあ、期待はできるんじゃないかなと。で、あとね、11時間ですか、11時間の間に着金をしないと、おそらくだめかなと。 で、YouTube の方に一つコメントをいただいてるんですけども、あのー、入れないよっていうのを受けてます。なので、これがどういう理由で入れないのかっていうのはわかんないんですけども、メールアドレスが悪かったのか、私はちなみにこれ、Gmail で取ってます。Gmail で取って、で、まあ、申し込みまでね、まあ、最初なんですけども、最初単元で入れてます。はい。まあ、参考までにね、 で、迷惑メールボックスの方も、もしね、あの、申し込みされる場合はね、今日もあの、今、今の時間帯は URL 貼っとくんで、もしよろしければ見てみてください。で、ビットクラブね、マイニングのビットクラブで、 更新されたものがありまして、まあ、私のね親方にあたる方が、まあ、ツリーの、ね、更新をしてくださいましてで私の方でツリーの設定ができるようになりましたので、まあ、これはですね非常にそのお、まあ、今後つ、ね、ながっていただく方にとって、まあ、ここまでいったよということを話しておけばね 相当、えーね、気が楽なななんじゃないかなとでこの釣り設定ってのをしないと、まあ、マイニングはマイニングでいいんですよ。でマイニングはマイニングでよくて、まあ、それはそれでやっていただいてでそれに付加されるのがね付与されるものがあってその付与される分のおーがうーん報酬を得られないっていうね状況になってしまいますのでまあそれはね本当自分の 拾った情報を拾ったね直下の方にこう聞いてみるとこういうところをやってみてください。ちなみに私の方はこれは解消されてあとは私の次回の方がねえどういう環境なのかっていうのはもうおおよそねこれでえまあ問題まあ私がこちらのマイニングのねえところで詰まってたのは本当今そこでしてでそれが解消できたんでまあ今後ねそ,のそういう方 まあ私からつながっていただいた方がいらっしゃると思うんですけどもそういった方が困ったなっていうまあここで詰まると思うんですよ。ねでこれはまあ親方まあ、自分のねつながった方が自家にやってもらわないとで次の方がそれが設定できないまあ当然なんですよねつながりがつながりを生むんでそのつながりをどっちの方向に向けるのこっちなのあっちなのっていうところをやらないとその うーんシステムとしておかしなことになっちゃいますよね。なので、まあ、これがもう解消されたよっていうことでもしあの不備がありましたら、あ連絡ください。私の方のね、DM とかでもいいので、な、ま、ん、あ、だったらあの検索枠で置くポンって検索するといろんなもの、ワールドプレゼっていうのは最近見てないし、アメブロも更新してないんであれなんですけども、あとその他のものであれば、 大概のものはね、見てるので、まあ、今は Twitter メインですよね。Twitter と YouTube メインで、こう、やり取りをしてて、で、そこから近くに来られてる方は LINE だとかね、そういった感じでつながらせていただいてます。で、えっ、ー、と、まあ、LINE とはちょっと違うんだけど、テレグラムもう、こっからはあつながりのお話になるんですけども、テレグラムの方でね、うん、まあ、 あー今回の IC を97億がはけちゃったわけであれが守秘義務で出せなかったんですよでもうーん冷静に考えてみると97億のものを守秘義務で出せなかったものですよ6分でなくなるのって言ったらどうなのっていうところはないですかね。97億でですからねで おそらく、時価、どの程度入ってらっしゃるカンファレンスっていうのかな、なんか説明会に行かれた方だけの情報だと思うんですよ。あとは、正直ね、そこから周費義務だから出しちゃいけないよっていうことを言われてたはずなんですよね。で、それが97億のものが一気にズコンと吐けたっていうのはどういうことかっていうと、まあ私はね、 個人的にはそれは97億っていうものをカンファレンあの説明会に行った方だけが買えるとは思ってなくてそれが漏えいしたんだと思ってるんですよ情報がね何らかの形でであのー、まあやるところにな,なんていうのかなその部屋にまずアカウントみたいのを作んなきゃいけないっていうの,のとあとは送金するためのお金がないとダメだったじゃないですかねあれは。 で、イーサリアム建てだったんで、イーサリアムを送金できるっていうところまでやっとこなきゃいけなかったんで、うん6分で履けるっていうのは、ちょっと考えにくいですよ。うんなので、まあ、これは、おそらく私は漏洩してたんじゃないかなっていうところを受けます。で、今後対策としては、こういうのが出てくると、まあ、対策がどん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 縛りがでかくなるんで、まあ、どうなるのかなっていうところは、まあ、見物ではあるんですけども。 どうなんでしょうね、これね。まあ私のまあ、主観ですよ、あくまでも。主観で話してますけど、そういうことが起きたんじゃないかなっていうのは受けてます。はい。てな感じで、まあ、で、その ICO 案件っていうのは、バカバカ今後出てきます。で、これは、これ以上は言えないんですけども、テレグラムの中では、ちょっとしたね、うーんまあ、 あ単純に言うとそれが変えるような段取りをもしかしたらやってくれるかもわかんないです。でそれをもしかしたらやってくれる情報っていうのはテレグラムの中にね入ってこないともうそれ以上は私もこれあんまり喋らんない方がいいなと思い始めてでちょっとね揉め事があったわけですよ。 などういう揉め事っていうとあのー、ICO がね結局12時になるよっていうのが12時45分でずれ込んでで12時45分にずれ込んだものかをねそのまあアナウンスしないのはどうなのっていう声が上がっちゃったんですよでこのまあ私はね 私というか、まあ、大半の意見は、まあ、まあ多分思ってらっしゃる通りで結局、紹介者っていう方がいたから買えるチャンスが出た、まあ、それがそこまでは出かかってたんだけど守秘義務でね、買えないよっていう,う、まあ、教えられないよっていうところまでだったんですよ。でその中で、この主ですよね、やっぱ親方の方は大変困ったと思うんですよ。 でまあ、守秘義務だから言えないからで、えー、その親方はね多分ね、あのー、ここを考えてたんじゃないかなっていうのは私は思ってて一発で漏らしてしまうんであれば別に一発でねそれがドカンと増えてでそれでみんながね納得できればそれでいいよっていうところはあったんでしょうけど今後のことを考えてね今後 ICO が私にいー、まあ、親方の方からにね情報が流れてくるよっていうのは あこれもしね、守秘義務のものを漏らしてしまったらその後ないんじゃないかなっていうところの次ですよね、で、信用問題にあたりますんで,でおそらくここをね、えー、見,見ながらね、で情報をその漏洩をさせなく、まあ、あまあ順法っていうのかな、まあ、昔昔っていうか会社員とかね、そういうところであれば順法。まあ 制限速度を守るとかシートベルトでこの前縛りが出ましたけどスマホのね、えー、まあ規制がもっと厳しくなったで運転しながらねやったらだめだよねでそういう規制があるじゃないですかでそのそれは法律ですけどもその決まりな,なんだ ICO のそのコインの中の決まりって規約ってあったと思うんですよ。ね でその規約をそのまんまね貫いて守ったってことは今後のその方に降りかかる ICO の案件がひょっとしたら乗れなくなっちゃうんじゃないのって思ったんでしょうね思ってらっしゃるだから未来予知をした場合に自分たち自分がそれをすることによって で自分のねじにつながっている方だけちょっと儲ければいいやみたいな感じでノリで教えたんであればその案件が流れてこなくなってで情報が今早いんでねネットでこれこれこういうのでこうなんだけど出所どころどこって言ってどん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 詰まれたら多分その出どころって出ちゃうと思うんですよ。誰が漏洩さ,さ,させたのっかてか、ね、いうああいうのをそこを見てんじゃないかなと。 でそれがあるから、今度の ICO とかも、まあ、この方はしっかり守ったよ、こっちは守らなかったかもしれないなっていうところで、精査されるんじゃないかな。で、そこのリスクヘッジとして、もうこれは守んなきゃいけないなっていうところだと思うんですよ。単純ですよね。うん、だから単純なんだけど、やっぱりその目先の欲に駆られてね、流されてしまった方もいらっしゃると思うんですよ。 とにかでこれを身の回りをみんなあ金持ちにするんだっていう人たちは多分これで流しちゃったんじゃないかなと思う。でもそれをぐっとこらえたのはまあさすがにねあのお、まあ、その方だなっていう感じはするんですけどもその枝その周りにいる方がねいらっしゃいますんで。 えー、でその周りの方々が結局今後入ってくる方ってい,いらっしゃるじゃないですか。でその方にもう影響が及ぶよ。ね。今までは俺と絡んでればよかったでも俺こんなことやっちゃったから俺情報流せなくなっちゃったんだよって言ったらなかなかあーその未来の いいえっていうんですかねみんながハッピー低、ね、底,底にいる方々、まあ、私もね奴隷でいますけどその奴隷のね低底,底でいる人間が上がるっていう機会っていうのはこの暗号通貨を抜いてしては多分生きてる間もうななないいいんじゃないかなと思いますあとは本当に奴隷のようなねそういう生活っていうのは今後も本当に私はそこを見てるんですけどもだから大変だっていうところでまあ枝を教えてくださってるっていうのもあってでもう それはまあ私にできることは何なのかなというところで、まあ再初言ってますけども、拡散だな、広告等ではない、広告等ではないんだけども、スピーカー、こういうことをやってるよ、ああいうことをやってるよって、私の周りで、私のーを教えてくれた人はこういう人だよ、こういうことをやってくれてるんだよっていうことを言うしかないと思って、てただそれならまあ できるのかなっていうところでまあここに至るんですけどもかれこれもう2ヶ月半とか多分やってんじゃないかなどのぐらいなのかよくは覚えてないですけどね振り返らないんでねでまあそういうところを見てるとおまあそこを見てんじゃないのって未来の ICO を噛めなくなるよで最初はここを言ってるんですけどもあのー、ICO バブルだよって今年は。 で日本の方でも資格がないと ICO のねそれ繋げる資格がないと今度 ICO できなくなるよってその人が多分中に入ってるどういうあれなのか分かんないけどねあのそういう資格がないとだめだよっていうことで縛りが今後はね日本が日本がはじめ、まあ、日本かいからねそういうところを縛ってってで、えー、世界のね標準になってくんじゃないかなとか思いながらねいるんですけどもでも資格で縛るってことは日本ぐらいしかやらないかな。 でまあその資格はともかくとしてとにかく縛りが出ちゃうからそれは世界でもやっぱり起きてくるんじゃないかなと思うんですけどもその縛りが出たからではなかなかこういうのはあ奴隷が、ね、王を撃つようなシナリオが今だったら撃てるんだけどそれに乗っかれんのって言ったらもう情報はもう,うしっちゃかめっちゃかのものしか入ってこなくてそのそれこそ。 ななんだろうなそのドラマの話題をするような例えばお菓子のパッケージのーんお菓子がこれおいしいよねあれがおいしいよねって言ってる話ではお金にならないわけですよね当たり前なんですけどもで、えー、そのお金のなんない話だとか未来がねこう何て言うのかな広がらないような話っていうのは大体末端の方の,方の方って知ってるんですよだから他人の話とかっていうのをよくするんですよね多分。 他人の話なななててしちゃって何も面白くいいじゃないですか。自分がこう生きてて自分がここ行きたいあ,あそこ行きたいこういう夢があるここに行くんだああなるんだそうなるんだね私に絡んでくれたら面白いよそうやって人間ってやっぱり生きていかないと面白くないと思うんですよ。それを他人が「ああやったこう言ったねう頭くる」とか「ムカつく」とかね何なんだこの人はって思ってたんでよ、めんどくさいわけですよまずね。 自分の進展がないんだからで大体そういう話で落ち着いてやってらっしゃる方っていうのはやっぱそのお弱いなっていうところはあるんですよ未来に対しての自分の信用も自分でしてないんじゃないかなとも思ったりもするんですよだって自分で自分の時間はそういう時間に割っちゃうんだもんもったいないでしょ、ね、で未来を悲観してる方っていうのは多分そういう話ばっかりにこう乗っかっちゃう でそれがやっぱりこうピラミッド状がピラミッドのてっぺんがとんがっててで下に行けば行くほど広そのが広がってるっていうのはもう下に行けば行くほどそういう情報であふれ返ってるわけですよ。でそういう人たちと絡んでるとやはり協調性がなんだかんだっていう人が出てきてで下と絡んでないと人間関係がどうのこうのって始まる人もいてだからそっから抜けらんなくなるんですよね。 で付き合いで飲み会だとか始まって新年会だ忘年会だって時間って24時間みんな平等にあるんだけどそれに対してこんな音声でも聞いてればあれなんか変な人いなって言ってそこから変な人からあ面白いなこれ暗号通貨って面白そうだなっていうところからあもうそういう時間も取れるわけじゃないですか。 時間の使い方でね。で、それができんのに、結局、末端の層っていうのは、その裾が広がっちゃったところの層は飲み会に参加しなくて、あんた大丈夫なのね。そういうことを言われるじゃないですか。あんたみんなああやってやってんだけど、あんたこんなことやってんだけど、大丈夫なのっていう,いう人っていらっしゃるじゃないですか。で、それに関して、私なりの見解はそういうことですよ。結局、建築的にものを作れんだけど、 なんその時間をみんなのに何て言うのかな自分の建築的なあ衝動だとかっていうところに取られないでそのみんなに取られちゃってんですよね、うん、あっちに合わせるそっちに合わせるとあれ俺って何だったんだっけなっていう頃にはもう死んでたりしてで俺いやーいい人生だったなってまあ思うしかないですよねもう限界まで来て島でね来てじゃあ どうすっかなあすっかなっていうのはもうそこではねどうもこうもできない話じゃないですかでそういう話になっちゃうんだと思うんですよ大体だからそのまんまだから夢なくして死んでしまうっていうのは私はそれはね本当にあると思いますようんそれはあると思ううんなので、まあ、そこはねがっちりとやっぱり私たち生き物として私たち大人ですからね少なくとも大人だから下 したっていうのも変だけどやっぱり生まれたばっかりの子供を赤ちゃんからねまだ了承の方もいらっしゃいますんでこの辺をしっかりねあの私たち大人としてですよ大人として、えー、やっぱこう背中を見せていかなきゃいけないじゃないですか大人っていいんだよって面白いんだよってなんだよ大人ってつまんないじゃんって今多分子供に言われてんだと思うんですよほんではねやっぱつまんないと思うのよねつまんないでしょだ,だってね大人はこうやって,言って いてまあ仕事もすればね旅行もするし遊びもやんだけどそれはそれでいいんですけども子供が見て面白い大人じゃないとやっぱねこれ未来の絵は描けないっすようんだからまあそういうところもひっくるめてとにかくそのあのー、まあそういうところなんですよテレグラムのねあのー、中っていうのはでみんなねそのいやちょっと それはないんじゃないいじゃのっていう言葉はやっぱり上がってたんですけどもでもそれをまあ,あなんだろう上げてしまった人の考えっていうか何でそういう衝動に出ちゃったのかなっていうところを見るとそこまで切羽詰まってんのかもしれないですその人がそこまでガチッともうこれしかないこれ飲んなかったらやべえんだよ俺っていうところに行っちゃってんのかなっていうところはあるんですよ。 だから、そそれはののの人の悲鳴ななかかかも分かんないだからこれをまあ私はあえて責めることはできませんし、このまま流そうと思ってて、私はね何もその話題には乗っかんないで、ああなので、だからそういうところなんですけども、そ,それはそれで流してねで次に行くということで,で、そういうグループになってますんで、で情報っていうのをなかなか。 その末端の方に降りてこないのをちょっとごめんなさい体調があんまり良くねピラミッドの頂点のものを下に下げてっていうのを今あ、ね、手間をかけていただいて本当にやっていただいてね,ね くださってるんで、まあ、その辺の情報をね時間に拾っていただくとで私の話話を聞くよりね密度が濃いその人の一言の一言の発言っていうのは密度が濃い、ねえー、ものになってますんでどんなに短文でもねやっぱりあのその人の時間を割っていただいてね、えー、その方のお、まあ、言葉でもってやっていただいてる ことなんで、これはがっちりと、おまあ、それ、そういう思考っていうのはインストールされてきますんでね。で、マインドの構築っていうもので、今まで、ごめんなさい、他人の話してたんだけど、もう今、自分の夢のこととか、他の人の夢の話をもも盛り上げていこうとか、そういう話になると思うんでね。で、そんな感じで生きていきましょう。はい。で、あのテレグラムの中で待ってますんで、 あとは、絡まなくてもいいんですけども、ちゃんとその情報を精査したものが入ってきてるんで、少なくともその、の何ていうのかな、そういう情報を拾っていただいて、まあ、精査してるかどうかちょっと分かんない、ね、ごめんなさい、言いすぎた、もう2200人以上になってて、でまあ、正直、どういう人たちが入ってきてるのかっていうのは、もうね、 え 2000, 2,000人ともなればねもう分かんないでしょさすがに。ね、で最初はあのそういうの縛り出そうかっていう話にはなってたと思うんだけどだったらなかなかハードル高くなったってことで。 その縛りを出さないでね、いまだにやってますんで,で、中、みんないらっしゃるんで,で、教えてくださるんで,で、暗号通貨絡むんであれば、本当に絡んでいただいていいんじゃないかなと思ってます。で、それだけのつながりでは終わらないと思いますんで、絡んでいただいて、みんなで稼いで、みんなでハッピーになっていきましょう。で、それが済んだら、もうみんな、周りの方をまた巻き込んでねで、暗号通貨いいよ、入ってみる、やってみる、稼げるよっていう感じで、 ガチッとといいいいければいいんじゃないかなか思いますよ、うん、で,これで切ります,、はい、すいません。鼻が詰まっててですね、えー。聞き取りにくいとこは多々あったと思うんですけど申し訳ございません。それではね、素敵なコインライフをお送りください。